はい、エブリシングディファレントです。今日からこのお二方のレコーディングに入ります。はい、ご挨拶どうぞ。まずはヤンキー娘。はい、ラスカリ牛ピッツのマキコです。はい、何ですかこの格好は。ちょっと余裕ぶっこいて。そしたら中でこんなに着てるので、ちょっと本当は映りたくない。はい、そして、はい、ラスカルキューピッツ平井理恵です。はい、どうですか意気込みは。意気込みは、はい、なんか久々のレコーディングで緊張してます。はい、じゃあ頑張りましょうね。はい、じゃあせっかくなので、はい、2人の使ってるギターをご紹介してください。はい、はい、じゃあ、はい、ギターまずしまきこから。はい、こちらですね。はい、こちらです。うん、ライブでおなじみ。はい、こちらです。はい、まずしまきこはこれ、この、はい、テスコの、はいはい、ギターを使っております。これは、はい、フルアコですよね。これフルアコです。うん、そうなんですよ。 OK、うん、で、はい、はい、リエさん、その右、はい、ギブソン、はい、これを愛用してます。はい、これもフルアコで、はい、はい、であと俺の所有物なんですけど、一応2人が気に入ればなんだけど、ちょっとフレーズでこれも使ってほしいなと思っております。マーチンの、まあ、ちょっといいモデルなんですけど、でお二人のために一応準備した今回の機材は、はい、まずギター今日から取るんですけど、これが SM57 っていうモデルで、これスタンダードな結構ダイナミックマイクで、で今度これレコーディングっぽいやつ、これがロードの NTK っていう、さっきちょっと聞いたでしょ、音どうだったでしょ。はい、クリア、綺麗、ほんとアコースティックみたいな音。そう、前回はライン取りだったっつうことなんですけど、はい、ライン取りするとどうしてもこうちょっといまいち身の詰まった音しか取れないので、はい、そうフルアコでマイク取りを今回はします。はい、で肝心のボーカル取りにはこれも2本立てます。はい、こっちがシュアの SM コッパー、こっちがロードの、これは何だっけな、これも NTK なんとかってモデルなんですけど、これを使ってお二方のボーカルを取ります。はい、いいですか、はい、なんか笑ってますけど、いいですよ、はい、いいですよ。でシステムはわわわわはい、こんな感じでロジックで取っていきます。はい、ではでは、よろしくリンコ。はい、よろしくリンコ。はい、ちょっとマイクに2本ずつ立てるからね。よろしくリンコ。はい、もうキーすんだ。はい、オッケー。はい、じゃあ頑張りましょう。